アクアライン侵入路全ゲートの封鎖を確認。関東地震の広域予定配置全て完了しました。長崎および奈良方面長の大神宮神宮配置完了しました。完璧、もはや袋のネズミね。班長、現状報告。はい、現在のところ宇津木博士は無事です。誘拐犯からの要求は？今のところ何も。白昼堂々、ふざけたやつね。直接話すわ。ここの被疑者に次ぐ。博士を解放して直ちに投降しなさい。この状況で逃げられると思ってんの？つまらん、暇つぶしにもならん。何？聞こえないわよ。ああ、甘い甘いと言っている。こんなことで我らがパンサークローに勝てると思うな。パンサークロー、いかにも、そのパンサークロー四天王の一人、このゴールドクローが怪物しのぎに遊んでやる。行け！
の連中ね。おお、九郎様。なんだ。博士に逃げられました。なんだと。さあ、裏切り者か。殴ったんですよ、あの戦闘員が。バカだね。ゴールドクロー様、博士を捕まえました。手間取らせよって。すいません。そこの鎧かぶと女と怪しげな一団、博士はこちらで保護した。速やかに武装解除し投降しなさい。バカめ、寝言は寝ている時に言え。博士はこうして、うわっと、あれは確かに薄着博士ということは。ハハ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 ハ。教えてやろうか、パンサークロー。ある時は出動するバイクレーサー、またある時は木更津の婦人警官、パンサークローの手下、そして宇津木博士の身代わり。しかしてその実態は、愛の戦士キューティーハニーだ。パンサークローとか言うの観念しなさい。貴様となら楽しめそうだ。ほれHa!
あれ博士は、あっ遊び足りぬが、この人間を届ければならんのでな。さらばだ、小娘。逃がすか、ハニーブーメラン。うわーいと、そんなバカな。おじさま、大丈夫、気を失ってるだけです。よかった。本庁公安八課の秋夏子警部です。あなたの身柄を拘束します。11時22分確保。5人逮捕はいかがなもの。あなた誰。早見誠司。一体何。新聞記者。なんで見る感じ。しかもマスコミがここにいるのよ。さあね。この男も正体不明、身柄を確保。はい。問答無用か。そりゃないよ。さあ二人ともこっちへ。ちょっと、逃げるつもり？うん、時間ないんで。じゃあ、クラッシュ。しまった、手がかりが。幸せは歩いてこないだから歩いていくんだね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今おはようじゃないの、こんにちはなの。はい、おはようございます。もう頼むよ、早く誰かあいつのことクビにしてくんねえかな。たるんどるよな今の若いもんは。電圧が低すぎんだよね。仕事して仕事。はい。ほらお茶配って。はい、早速。お疲れの人はと、はい、お疲れ様です。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 まずは課長、次に同補佐で、係長同補佐、そして主任以下年功序列。あんたさ、いつになったらここのしきたり覚えんの。いや、でもこうした方が皆さん喜ぶかなって。ばっかじゃないの、年いくつ。生まれ変わってからもうすぐ1年に。意味わかんねえ。係長、こいつクビにした方がいいかも。信じられるかね、そんなことが。しかしこれが事実です、ご認識ください。本事案の事実はだ、東京湾アクアラインは寸断され、復旧の目処は立たず、犯人グループの足取りはつかめず、何ら手がかりもなし。まさに大失態だ。普段の金属の太陽光脱、連続美女失踪事件に続き、またマスコミの稲田サイド。考えただけで頭が痛いわ。完璧。班長、コーヒーを。いらないわ。
僕たちは別名あるまで待機。なんかなおにぎりと引き換えに仕事するのっていつの間になっちゃってんのかな。でもおにぎり好きだしまあいいか。お疲れ。お疲れ。どこご飯食べに行く？映画見てから見せるか。いいなみんな、私も一緒に遊びたいけどな、今日の仕事は今日やっとかなくちゃ。あんた今日も残業かい？うん、おにぎりもらうと断れなくってまあ頑張んな。うん、おい写真で。おお、いつもありがとうおばさん。うん、おいしい。やっぱおばさんの手作りおいしいよあ、私も手伝うよおばさん。手伝いな。うん、任して。はい。おはよう猫くん、今日も来てくれたんだ。ねえねえ、聞いてるの？あ、おじさまに連絡しとかないと。はい、宇津木博士はただいま我らパンサークローの元におられます。ご用のある方は諦めてお切りください。なんですって？たく、おめおめとさらわれるとは。これだから他人を当てにできないのよ。秋夏子さん、やっぱ手がかりの手がかりから攻めますか。さらぎ、キサギはどうしたの？いません、遅くなるそうです。またなの？何？これどういうこと？本庁公安八課の秋夏子警部です。リークは勘弁してくれよ。君みたく上に睨まれたくはないんでね。あ、班長、先月の伝票にハンコください。ああ、ちょうどよかった、報告を聞かせて。あれ、さっきは社会は何しとる聞いてんだ。教えないよ。いい加減にしろよ。警察なら何か手がかりあるって踏んでたのにな。ちょいとお困りのようですな、お嬢さん。あ、あん時の。その説はどうも。改めまして、毎朝新聞記者、早見誠司、よろしく。どうも。いやー、噂に聞くよりはるかにキュートだ。まさにキューティーハニーという名にふさわしい。おっとっとっと、アイシステムを使うことはないぜ。なんで知ってんの？商売柄ね、真実を調べるのが僕の仕事だから。何しに来たの？手がかりを欲しい。どうして私に？僕が君の味方だからさ。味方？君が倒した戦闘員が蒸発したのも、四天王が人間を超えた能力を発揮できるのも、全て体内に融合させたナノマシンのおかげなのさ。君もよく知ってるはずだけどな。確かにどっかで聞いたことあるようなシステムね。まさか。そう、今は亡き君の父上如月博士が開発した究極の技術、アイシステムと同じ原理さ。じゃあもしかしてパンサークローが狙ってるっていうのは？ご明察。技術供与を拒んだ如月博士は葬られ、そして今回その研究を受け継いだ宇津木氏が誘拐された。そんなことでパパが殺されて、今度は宇津木のおじさままで？で、もっと知りたい？うん、知りたい。じゃあこの先は取引だな。え、じゃあ今までのは？お礼とお近づきの印。取引って？君の独占取材、これが条件。ぜひ私も聞かせ願いたいわね。もう僕が女性にお願いされたら断れないってことをどうして知ってんの、なっちゃん。なっちゃん？なっちゃんか、なっちゃん、なっちゃん。犯人グループ、秘密結社パンサークロー、
奴らは己の欲望を満たすためには手段を選ばない究極のエゴイスト集団、そして様々な武器を自らの体に取り込んでいる恐るべき戦闘集団でもある。それが秘密結社パンサークローン。その親玉は？シスタージルと呼ばれてる。シスタージル。Such a glorious beauty we live to serve you. But the cross red of the new dawn with waiting your desire. It's an honor to be your chosen.お久しゅうございます、シスタージル様。パンサーゾラ様の身元よりお戻りくださり、恐悦至極に存じます。一人でやんの？当然よ。これは警察組織の仕事です。オーケー、じゃあせめて本庁まで送るよ。歩くわ。捜査の基本は足ですもん。なっちゃん、協力するよ。いらない。協力するってば。くどい。いじっぱり。ではお先に。頼りになるのは組織だけよ。いいわ、指示通りに動いて。お久しゅうございます、シスタージルさん。変わらぬ美しさ嬉しく存じます。ジル様の2222回目のお目覚めを祝し、我ら四天王よりささやかな貢ぎの品々でおじゃりまする。ブラッククロウ、コバルトクロウ、ゴールドクロウ、スカーレットクロウ。まずはジル様の忠実なるしもべ、戦闘員1万人でございます。そしてジル様のお食事、新鮮な人間の女1年分でございます。さらにジル様がお好きな美しくそして強き者、黄金でできた兵器軍でございます。最後にジル様のお好きな美しく広大な御所、ここが新たに建造されたジルタワーにてございます。何かご所望のものがございましたら何なりとお申し付けください。速やかにご用意いたします。では。つまらぬ、何も変わらぬ退屈な世界だ。ジル様、あとお一つぜひともお耳に入れておきたいことが。にしてもパンサークローメン、パパだけじゃなく宇津木のおじ様まで巻き込むなんて許せないか。もちろんよ。復讐は虚しいだけさ、やめといた方がいい。どういう意味？憎しみは君には似合わない。それだけで戦っちゃ君の父親も喜ばないと思うな。じゃあ何のために？それは自分で探すんだな。ケチ。まあ何にせよ、これからは君に焦点を絞って襲ってくるはずだ。気をつけろよ、敵は甘くない。早速誰かつけてる。あからさまにね。
ノープロブレムです。まるで気づかれてません。あ、ハザードを出しました。止まるみたいです。あ、ドアが開きました。女の子がおります。あの、どうしましょうか。あ、手を振っています。女を追って。了解です。追います。キューティーハニーと名乗る正体不明の女。カラーの称号を持つ四天王と互角に戦っております。例のシステムと関連アリアと。面白い。探せ。キヨイ、信憑性に欠ける報告だな。キサラギ博士の娘は事故で1年前に死亡したはずだ。そりゃそうですけどね。だが、Iシステムの鍵がその娘にあることは確かだ。可能な限り接触しろ。ま、そのうちね。さて、どうしたものかな。おはようございます。おはようじゃないの。もうこんにちはもう過ぎてんの。君はさ、なんでいたりいなかったりするの。すいませんじゃなくてさ、ね、会社でしょ、ね、本庁公安8課の秋夏子警部です。間違いありません。ハニーの出現現場にいた女警部です。おそらく何かを掴んでいるかと。デリカシーに欠ける報告ね。まあいいわ。外れたら消すだけのお話。でしょ、昨日の朝。食べてたでしょ。食べてたわよと。キサラギさんまた恨みそうにじっとこっち見てる。マジ怖い。誰も話す友達がいないからでしょ。あんたにお客さんだよ。初めてじゃないかい。うん。なっちゃん。じゃ。なぜ逃げるの。心にやましいとこがあるからね。いえ、ありません。ちょっと聞きたいことがあるんだけど。いや、今仕事中なんですけど。ここじゃあれね。こっち来て。ああ、よかったよ、あんた。やっと友達でできて。はい。あいにくね。車のブラック以外、私飲まないの。うわ、感じ悪。じゃあ、私が。
で、本題なんだけど。ちょっと困るよ、もう。いったんだ。泣こうなって大っ嫌い。分かったわよ。男なんてあれでしょ、みんな若いだけの女が好きなんでしょ。若いだけの。バカバカ、もうマスカラ落ちちゃった。もうまだ何しても仕事しなさいよ。仕事ってんじゃねえよ。バカ、すいません。ここでもあれね、こっち来て。あ、はい。ちくしょう、次の男行くか。もうなんだけど、公安部の保安データにアクセスしても、あなたのことは何も載ってなかったわ。あなたは一体何者なの？キューティーハニーとの関係は？あの新聞記者は何？パンサークロってどこ？今こそ全部話してもらうわよ。目的のためには手段を選ばず。いい言葉だわ。たく、この時に誰よ。僕、早見誠治。あんた、なんで携帯の番号知ってんのよ。商売だからさ。それよりダメだよ、なっちゃん。浮かずに動いちゃう。は？敵さんはもう君に目をつけてんだから。どういうこと？にゃー、出たか、パンサークロー。にゃあんた、余計なことしないで。この程度の状況は一人で切り抜けられるわよ。すいません。しかし、何なのよさっきのは。あんたの知り合い？知ってるようで知らないみたいな。知らないな。怪しい、怪しすぎるわ。話は本庁でじっくりと聞かせてもらうわよ。何なのよ、こんなとこに逃げ捨てて。なっちゃん、もうこれで逃げられないですよ。さっさとハニーちゃんのことをお話しなさい。じゃないと。お話？こっち走りたいわよ。あら、外れでしたの。四天王の一人、コバルトクロウがその謎の装置、あなたの首ごともらい受けますわ。父の敵、パンサークロウ、絶対に渡さん。キューティーハニー、この子が欲しいものは手に入れる。己の欲望と快楽を追い求める、それが私たちのスタイルでしてよ。どのスタイルよ。嫉妬は他人のことを考えろっつー。はい。さあ、捕まえた。あんないい悲鳴、これだから人を殺めるのはやめられませんわ。
貴様、1年前もこうしてパパを殺したの？さて、あなた1年前に何を食べたか覚えています？パンサークロー、絶対に許さん！これ式のこと、何でもないですわよ。あらやだ、私暑いのは苦手ですのに。よかないわよ。何が一体どうなってんのよ。ハニーはなんだかやったら立ってんだけど。それやばい、変身会長急がせないと。彼女のフォロー頼むよ、なっちゃん。ちょっと頼むだって。ちょっとあんた、変身会長急げですって。ダメ、今やめたらパパの敵が撃てないよ。うやハニー様の怒りと憎しみの心がコバルト様の身を焼き尽くしたようですな。弱き者に興味はない。しかしハニー様のあの輝き、相違ございません。やはり如月博士はナノマシンによるクォークレベルでの物質の分解と再構成に成功しておりました。私に永遠の美をもたらす理想の方法をよもや完成させた人間がいるとは、この世界も侮れぬな。初めてお笑いになられましたな。エミか、私には不要のものだ。人の細胞をベースにしているための活動リミット、やはりこれがハニー唯一の弱点か。気がついた。ありがとう、助けてくれたんだ。結果的には
できれば他人を中に入れたくなかったんだけど。それよりあなたのそれ、できれば他人には話したくないんだけど、プレゼントなの、パパからの。私の体は1年前に一度事故で失ってしまったの。でも蘇った、パパが発明したアイシステムのおかげでね。アイシステム？そう、イマジナリーインダクションシステム。このチョーカーがその本体なの。え？でもじゃあロボット？アンドロイドなの？これが？信じらんない。だから人間と同じだって。この体は前の私からコピーされてあるのだけど、その前の記憶って全然覚えてないのよ。パパの記憶も手をつないでくれたことしか覚えてないし。まあでも覚えてなんかまた作ればいいもんね。ハニーの正体を知る初めての部外者。ま、それもよしか。ごめんね、なっちゃん巻き込んじゃって。別に、これも仕事のうちよ。今日ね、初めて分かったんだ。人を憎む心って怖いね。人を愛する心もよ、同じくらい怖いわ。どうせ同じだったら愛する心のが断然いいな。セイジ君の言ってたのはこれか。もう寝るわよ。うん。おやすみ。予想以上に私の体は衰退しているようだ。アイシステムの捕獲、急がねばならぬな。ギョイ。じゃこりゃ。何？ああ、よかった。咲いてる咲いてる。すっごい綺麗だね、なっちゃん。余計なことしないで。咲いたのに。アイシステムの力とか使ったんでしょ？うん、アイシステムはね、
生命の活性化をもたらすの。だけど新しく命を生み出すことはできない。だから私は命あるものが好きなの。だったら意味ないわ。花は自分で世話して咲かせないとね。ごめんなさい。怪我治ったなら出ててくんない？人たちを巻き込んじゃう。やっぱここにはいられない。失礼ですけど、どっかでお会いしたことありません？いえ、ありません！日本政府と外務省には圧力をかけておいた。全ては君のシナリオ通りだ。そりゃどう思う？報告期限は迫ってる。こんな回りくどいやり方は。いい加減やめたらどうだ？心配無用。期限は守るさ。可能な限りね。組織ってのもいざという時には頼りにならないもんだよ。秋夏子さん、君には明日付で本庁の連続失踪事件に回ってもらう。なぜです？アメリカ政府がね、しびれを切らしちゃったんだよ。博士の捜索は独自に行うそうだ。その責任を私に取ると。担当者は君だ。当然じゃないか。他にできることもないだろう。まあ、花から今の若い者には何も期待してはんよ。処分を追って伝える。マサマヤ、装備を預かる。こっちから撃って出るにも手がかりないしな。一人じゃ何も思いつかないし。こんな時は素直に人に頼りますか。ようこそ。で、話して何？ママ、固いことは抜きにして。ささ、どうぞ。酒？うん、なっちゃんのことはすでに調査済みだからね。好きな花はコスモス、好きな言葉は完璧、そして好きな酒は日本酒、特に山口の地酒には目がない。一つ抜けてるわ。嫌いな男は新聞記者、それにおあいにく様、お酒は一人でと決めてるの。仕事と同じか。釣れないな。
こうして黙ってつくす男の気持ちも分かってほしいよな。あ、おはようございます。なんであなたが？え、誠治君に連絡したらすぐ来いって。なんかまずかった？タイミングがな、よくわかんないけど、なっちゃんごめんね。別に、あんたとはもう関わらないって決めたの、でもこうして縁あってまた会えたんだからさ。縁？違うわ、新聞記者の策略よ。でもせっかく再会したんだから。くどい。じゃ、一人ごとで。なっちゃんもな、もっと人生楽しんだ方が面白いのにな。せっかく生きてんのに。うるさいわね。ああ、いつの前飲んでんのよ。しかもピッチ早っ。ねえ、この子アルコール大丈夫なの？さてね、これからわかるさ。泣こうなんて大嫌いって言ったでしょ。だったらなっちゃんもっと笑いなよ。ほら、やめなさい。あ、そうだ、高額のために男の人の部屋をもっと見せてもーら。おっと、こら、ハニー、そっちはダメだ。ハニー、はい、っと。取材してたんだ。怪しいな、二人とも。ピッチ早っ。歌うわ。ねえ、カラオケないの？カラオケ。カラオケ？あ、スイートなんでしょ。ちんこら用意しときなさいよ。あれ。ねえ、あんた、ハニーフレッシュってカラオケ出してよ。カラオケ。あー。君がとっても似合うよ、刺激的さ。あなたの今頃は僕は汽車の中。ああ、もういいだろう、もういいだろう。ああ、眠い。ハニー様には人と同じ心があるようです。そして宇津木様とも少なからぬご縁があるようです。でしたらこちらへご足労いただくのが得策かと。重大な局面下に初めて入った男の部屋で一晩明かして二日や。ああ最低だわ。ああなんて淵だらな。勝手に人のモノローグに追加しないでよ。いや、なっちゃんのパターンが分かってきたからつい。うるさいわね、余計なお世話よ。ほらね。
どうしたハニー？ん？なっちゃんは？うん、私なっちゃんに嫌われてんのかな。いや、戸惑ってるだけさ。彼女は他人の干渉を避けることで小面の自分を演じてきたからな。ずけずけ干渉してくるハニーにどう接していいのかまだわからないんだよ。うん、じゃあ私は？ん？ハニーはハニー、それでいいのさ。こいつか。私どものチルタワーへと3名様を慎んでご招待いたします。ちょっとそれどこよ。詳しくはご招待状に。なおご来場の際には清掃にてどうぞ。ではでは失礼。3名様ご招待だったな。ってことはあと1人は。ではこれをお役に立てれば。長く現場にいると各方面にコネが効くものです。よく覚えとけ。はい。けどバレたら懲戒もよ。上は机でしか現場を見ません。数字があってりゃ問題ないんですよ。よく覚えとけ。はい。あと、あの分野の正体です。こいつが結構無理して調べました。僕、ハッキングぐらいしか取り柄ありませんから。なるほどね。これで合点がいったわ。二人ともありがとう。ありがとう。ああ、初めて聞いたな。覚えとくか。ちょいと呼ぶようでね。別コードだ。そっか、誠治くんも頑張って。じゃあ後でな。さて、私もドレスアップしなくちゃ。おまけにタグもつけっぱなしやな。うん、やっぱダメ。自分じゃうまくセットできなくて。指パーマ指パーマ。そんなのハニーフラッシュで済むでしょ。うん、でもね、もうズルはやめたの。やっぱ自分のことは自分でやんなきゃね。仕方ないわね。こっち来て。おっす。あー、なっちゃんうまい。当たり前よ。何事も一人でやれるように頑張ったもん。さすがだね。はい、終わり。ありがとう。あ、にゃちゃんメガネ壊れたまんまじゃん。あ、いいわよ。よくない。あ、いいったら。よくないよ。あれ、これ銅入ってない。伊達じゃん。伊達。うるさいわね。直してあげるね。ズルはやめたんじゃなかったの？自分のはね。でもみんなのためにはラジオシミなーし。メガネの時のなっちゃんも可愛いけど、ナスの時も可愛いじゃん。余計なお世話よ。はい。とにかく私は一人で博士を救出するわ。でも一緒に。せっかくだけど私は別の入り口を探すわ。でもなっちゃん、なっちゃんも頑張って。じゃあさあ行きますか。シスタージル様、今度こそあの小娘の首をここに。ゴールドクロ。はっ。そなたは行かずともよい。シスタージル様、一度あの小娘に敗れましたのは確かに己の不覚。しかしこの次は必ず。
見苦しいやつじゃ。優秀を飾るのが命乞いとは救いがたい。では早速ハニー様を招待するにふさわしい舞台をご用意いたします。時間だわ。おりました。ハニー様、パンサークロー、宇津木の兄様はどこ？お尋ねの者はあちらに。おじさまご安心ください。アイシステムのことを直接頭の中にお聞きしただけです。まさか記憶を奪いました。思い出など失った方がむしろ幸せかと。おじさま、しっかりして。私よ、キサラギハニーよ。持っていた。おじさま。おや、記憶は消えても愛とやらは残っていたようです。かな。当たり前よ。たとえ命を奪い、大切な思い出を奪えても、愛だけは絶対に奪えないもの。ご本人はこの道の先に、もっとも我らがあなた様の前に立ちふさがりますが。だったらどう？あなたたちをできますかな。あなた様にやってみせる。ハニー、素晴らしい。この輝きを必ずやジル様の身元へ。行くわよ、パーサークロー。うわあ、こっちも博士のもと急がないと。そこな女、これより先は通さぬぞ。このスカーレットクロー、お主の首もらい受ける。びっくりしたな、もう。いつもながら大した。
大力じゃの。女、避けるがよ。お主が逃げればまた見晴らしが良くなるというものじゃ。さて、そろそろその首をもらい受けるとしようかの。ジルの本体、やはり完全な細胞を求めると植物のそれに近づくか。仕事はここまで。クライアントには悪いが、ここで使わせてもらうか。探しておったぞ、ブラッククロー。ここに戻る力があればなぜ戦わぬ。お主の出番じゃ。早くあの女を切れ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 。あれ、不粋な。身の程を知らぬとは救いがたい。それは究極の喜び。我が武力の前に強き、その身が横たわる。ああ、その時だけが我が欲望を満たしてくれる。ああ、我こそが、ああ、最強の戦士、ブラッククローイナー戦場。2番は省略しておこう。ハニーとやら参る。寄り道は終わったんでね、あと少しで合流できる。先に行くわ、一刻も早く博士を助けなきゃ。あれは？ここに捕まっていた女性たちさ。あの連続誘拐事件も奴らの仕業だったの？ああ、ジルの養分として本体に取り込まれていたの。解放させてもらった。ジルの活動エネルギーを低下させるアンチナノマシンを使わせてもらってね。素晴らしい、素晴らしいぞハニーとやら。これほどの戦い、これほどの快楽、初めてかもしれぬ。さあ、もっともっと私の欲望をたきらせてくれ。
ブラックトルネード。はっ！マサクロ、まずはうつぎ博士を返してもらうわよ。よろしいでしょう。ただし条件がお一つ。よせ、なっちゃん、なつこ。さあ、続きを楽しませてもらうぞ。自らの手でとどめを刺すという至高の喜びを。とやら、よくやった。褒めてやるぞ。願い、パパ、ハニーを守って。うっ！うっ！しまった！目が、目が回る！するは欲望は、その美しさ、そして暗黒、すべてを悟り融合させたこの私が、破れることはない。さらばだ。おじさまを返してもらうわよ。お約束のものはすでに。おじさま、そして今はこのお方が代わりに。なっちゃん、いいから早く逃げて。あなた様は耐えられましょうが、あのお方はいかがでしょうか。ここはアイシステムを差し出されるのが賢明かと存じます。いいから逃げて。逃げなさい。ううん、逃げない。なっちゃん助けなきゃ。もう余計なことしないでよ。これも愛ですかな。
もうよい。キュイ。よく来た、キューティーハニー。シスタージルね。そう、永遠の命と美を司る者、私が。シスタージルだ。ハニー、そなたの持つアイシステムは素晴らしい。だが、そなた自身はどうか。私と同じ永遠を生きる力を手に入れ、なぜ人を超えぬ。そんなの必要ないもん。欲しい存在だ。だが超えたくなければそれもよい。私がその力引き継ごう。その力、人を超えた私にこそふさわしい。さあ、我が結界を超えよう。久しく失っていたこの欲望、そしてこの嫉妬、再び感情を芽生えさせてくれた、そなたには礼を言う、キューティーハニー。ゆえに、アイシステムとともに、そなたも我が体の一部となりて、私と永遠を生きることを許そう。いいわ。その代わりになっちゃおう。承知いたしました。始めております。ジル様の本体である生命の木へと還元されているのです。いやー、実に素晴らしい。ブンヤ、あんた銃持ってないの？これだ、弾は一発。これで十分。ハニー、電源でっかい、一緒にやるわよ。ジョーカー、
そっか、これがパパの愛情か。理解できぬ。人の心の弱さである愛を捨てたこの私が、そなたを完全な存在へと導こうというのに、なぜ抗う。心地よい。これがそなたの心か。私だけじゃないわ。みんなの人を愛する心よ。愛か。どうすれば手に入るのか。その心だけはいかようにしてもわからぬ。簡単よ。まずあなたが何かを愛すればいいのよ。よかった、無事で。ハニー、なんか初めて名前呼んでくれたから嬉しくなっちゃった。ダメだよ、泣いちゃ。泣く女は嫌いなんでしょ。退屈な日々、変わらぬ人の愚かさを眺め続けるつまらぬ日々。ハニー様、これから永遠を生きるあなた様も、いずれ我が主と同じ苦痛を知ることになりましょう。それはないわ。だって私はこの人たちを、この世界が大好きだもん。そうでしたか。お行きなさいませ、ハニー様。私はジル様に永遠にお仕えいたします。
終わったな。いえ、あんたの正体がまだよ。さっきのアンチナノマシンとかいうの、本当はハニーを捕まえるための道具だったんでしょう。ご明察。ハニー気をつけて。この男の正体は知ってるよ。確か、アメリカの NSA のエージェントさんでしょ。知っててどうして。だって味方だって言ってたもん。サンキューハニーおかげで助かったわ。ありがとう、トキさん。トドロキくん。改めて礼を言うわ。ありがとう、ハニー。いやー、そんな俺を言われるようなことは何もけど、なっちゃん笑うと可愛いじゃん。確かに。で、あんたはこれからどうすんの。そうだな、ハニーと組んで探偵事務所でもどうかな。もちろん大歓迎よ。サンキューハニー。というわけでこれからもよろしく。そんなの浮気調査ぐらいしか仕事来ないわよ。けど仕方ないわね。そうと決まれば早速仕事仕事。紹介するわ。こちらがゴキさん。改めましてこういうものです。あ、これはどうも。で、よろしく。あ、よろしく。はい。実はですね、この度探偵事務所を開くことになりまして、はい、ご用命の際は猫探し。はい。え、ハニー何やってんのよ。早く来なさいよ。こっちこっち。続け
変わるわよ。